完売続出、平野賞効果で YSL 店舗がファン聖地に。入手困難アイテムも紹介。平野賞効果でコスメ業界に革命。YSL の戦略から見るこれからの広告とは。平野翔が YSL ビューティーの顔として登場した瞬間、日本中が興奮に包まれました。彼の出演する CM が公開されると同時に、多くの人々が YSL の店舗に押し寄せ、 その影響は瞬く間に広がっていきました。店内はにぎわい、彼のビジュアルを目当てに多くのファンが訪れ、商品もすぐに売り切れるほどの人気ぶりでした。この現象は、単なるプロモーション以上のものを感じさせ、平野翔と YSL ビューティーのコラボレーションがもたらす力を強く印象づけるものでした。今回の CM キャンペーンは、YSL にとって初めての日本人モデルの起用であり、 これれがどれほどほ特別でであるかは多くくのファンに強く響いたようです金髪の平野紫耀がピンクの背景に映える姿は、まさに彼の美しさを最大限に引き立てるもので、ファンからは、ずっと見ていたい、最高のビジュアルといった称賛の声が絶えませんでした。ファンが YSL の店頭に訪れるたびに、平野翔との特別なつながりを感じ、まるで彼と待ち合わせをしているかのような感覚を抱いていると、 多くの人が SNS で感想をシェアしています。このような感情的なつながりを生むプロモーションは、単なる広告の枠を超え、ファンとブランドとの深い絆を築いています。また、このビジュアルキャンペーンは、日本全国に展開され、北海道や東京・表参道のような都市では、彼の姿が大きなスクリーンに映し出され、ファンはまるで観光スポットを巡るかのように店舗を訪れています。あるファンは、 翔くんの美しさに圧倒される、ずっと眺めていられる、とコメントしており、YSL ビューティーのビジュアル戦略がいかに効果的であるかを物語っています。平野翔の影響力は、美容業界に新たなトレンドをもたらす存在としても評価されています。特に彼が CM で身につけていた、ラベッシネ・キャンディー・グローのバームは、瞬く間に大人気となり、多くの女性がそのカラーを求めて店舗を訪れています。このように、 彼が出演することで、YSL ビューティーの商品が単なるコスメ以上のものとなり、彼の影響力が商品の人気を後押ししていることは明らかです。また、彼の個性やスタイルが、YSL というブランドの洗練されたイメージに完璧にマッチしており、これが日本市場における成功の鍵となっていると言えるでしょう。しかし、単に有名なアイドルを起用するだけでは、このような成功は生まれません。 YSL Beauty がこのキャンペーンで示しているのは、ブランドと顧客との間に感情的なつながりを築くという戦略です。平野翔のファンは、彼のビジュアルを見るために YSL の店舗を訪れるだけでなく、彼の存在を感じ、商品を手にすることで彼との距離を縮めるような特別な体験を求めています。このような体験が、ファンの心に深く刻まれ、ブランドロイヤルティを高める効果を生んでいるのです。 YSL Beauty は、今回のキャンペーンを通じて、日本市場での地位をさらに強固なものにしています。特に、日本人初の起用という点で、ブランドが日本の文化や市場に対して深い理解とリスペクトを持っていることが示されています。このような取り組みは、単なる商品プロモーション以上の意義を持ち、ブランドのイメージを一層高める結果となっています。さらに、今回のキャンペーンは、 単に若い世代に向けたものであるだけでなく、幅広い年齢層の女性たちに支持されています。平野章の持つ中性的な魅力やエレガントなスタイルは、年齢を問わず多くの女性たちに共感を呼び起こし、YSL Beauty のブランドイメージを一層強化しています。こうしたキャンペーンの成功は、他のブランドにも影響を与えることでしょう。YSL Beauty が平野章を起用し、 感情的なつながりを重視したプロモーションを展開したことで、他のコスメブランドも同様の戦略を取る可能性があります。競争が激化する中で、YSL ビューティーは常に新しいアプローチを模索し続ける必要があります。例えば、デジタル技術の進化に伴い、AR ・拡張現実や VR 仮想現実を活用した新しい広告手法が登場し、ブランドとファンとのインタラクションがさらに深まる可能性があります。 平野翔の起用による YSL ビューティーの成功は、単なるビジュアルの美しさにとどまりません。彼の持つ影響力や魅力が、ブランドのメッセージと合致し、消費者に強く響いたことがこの成功の鍵です。そして、この成功は、今後のブランド戦略においても重要な示唆を与えるものとなるでしょう。ブランドと消費者との間に感情的なつながりを築くことで、商品そのものが特別な意味を持つようになり、 消費者は単に商品を購入するだけでなく、そのブランドに対する愛着を感じるようになるのです。また、このキャンペーンは、単なる一時的な成功ではなく、長期的な視点でのブランド構築にも大きな影響を与えるものと考えられます。YSL ビューティーが今後もこのような戦略を続けることで、消費者との関係が一層深まり、ブランドの価値がさらに高まることが期待されます。そして、 今回の成功を土台に、YSL Beauty はさらに新しい挑戦を続けることでしょう。ブランドとして、どのように未来のトレンドに対応し、さらなる進化を遂げていくのか。その動向は、今後も大いに注目されるところです。平野翔と YSL Beauty のコラボレーションは、単なる一時的な話題作りにとどまらず、ファンとの深い感情的なつながりを生み出しています。このつながりは、 ファンがただ商品を購入するだけではなく、ブランドと一緒にストーリーを共有し、体験を通じて新たな価値を見出すことに他なりません。彼が起用されたことで、YSL ビューティーは日本市場においてさらに確固たる地位を築き、多くの消費者にとって身近な存在となりました。店舗に訪れる人々は、ただ化粧品を手に取るだけでなく、平野翔のビジュアルを目にし、その魅力に引き込まれるという特別な瞬間を楽しんでいます。 この現象は、単なるコスメの広告キャンペーンの枠を超え、ファンにとって一種の儀式のような体験となっています。あるファンは、YSL の店頭で平野紫を目にすることで、彼との距離が近づいた気がすると語っており、これこそがブランドが意図する、体験型マーケティングの成功例だといえます。また、SNS 上では、彼のビジュアルやプロモーションをシェアすることで、ファン同士のコミュニティがさらに活発化しています。 平野翔と YSL ビューティーが作り出したこの空間は、ファンにとって単なる購買行動を超えた、一種の自己表現の場となっているのです。さらに興味深いのは、今回のキャンペーンが引き起こした社会的な影響です。これまで、日本のコスメ業界では、国内市場においてもグローバルなブランドが日本人モデルを起用することは稀でした。しかし、YSL ビューティーが平野翔を日本人初のモデルとして選んだことで、 他の国際的なブランドも同様の戦略を取り入れる可能性が高まっています。これが新たな市場のトレンドを生み出し、国際的なコスメブランドにおける日本人の存在感をさらに高める契機となるかもしれません。今後、他のブランドがどのような展開を見せるか注目が集まります。また、平野紫の起用によって、若い世代だけでなく、幅広い年齢層の女性たちが YSL ビューティーに関心を持つようになりました。 特に彼の中性的な魅力は、多くの女性たちに共感を呼び起こし、年齢や世代を超えて支持されています。例えば、彼が着用したリップバーム、ラベッシネキャンディーグローは、すぐに売り切れとなり、多くのファンがその再入荷を待ち望んでいます。商品自体が美しく、さらに彼が着用することで、消費者にとっては単なるコスメ以上の価値を感じるようになっています。これは、 YSL Beauty が平野翔を通じて、単なる商品販売以上の体験価値を提供することに成功した証しと言えるでしょう。しかし、この成功の裏には、いくつかの課題も見えてきます。まず、YSL Beauty が今後も同様のプロモーションを続けていく中で、ファンの期待をどう超えていくかが重要なポイントとなるでしょう。平野翔のビジュアルは今回のキャンペーンで大きな話題を呼びましたが、 今後も同じように彼を起用し続けるだけでは、ファンの新鮮さや驚きを維持することは難しいかもしれません。そのため、ブランドは新しいアイデアや革新的なアプローチを取り入れることで、ファンとの関係をさらに深めていく必要があります。また、デジタル技術の進化に伴い、YSL Beauty がどのようにオンラインとオフラインの体験を統合していくかも注目すべきポイントです。今後、 AR や VR 技術を活用した新しいプロモーション手法が登場し、消費者により没入感のある体験を提供する可能性があります。これにより、ファンは実店舗に足を運ぶことなく、オンライン上でも平野章との特別なつながりを感じることができるようになるでしょう。このような未来的な体験が、さらに YSL Beauty とファンの間に強い絆を生むと期待されます。一方で、今回のキャンペーンは、 他のブランドにも大きな影響を与えるでしょう。YSL Beauty の成功を目の当たりにした他のコスメブランドも、同様の戦略を採用し、感情的なつながりを重視したプロモーションを展開する可能性があります。このような競争の激化は、ブランドにとって新たな課題をもたらすかもしれませんが、逆にそれがイノベーションを促し、さらなる進化を遂げるチャンスともなり得ます。ブランドとしては、常に新しいアプローチを模索し、 競争のの中ででどのよううに差別化を図るるかが重要となるでしょう最後に、今回の平野紫とのコラボレーションが示すのは、ブランドと消費者の間に強い感情的なつながりを築くことが、現代のマーケティングにおいていかに重要であるかということです。単なる商品プロモーションではなく、消費者がブランドを通じて自分自身を表現し、特別な体験を共有することができる場を提供することが、 長期的なブランドロイヤルティを生み出す鍵となっています。YSL Beauty はこの点で成功を収め、今後も消費者との関係をさらに深めていくことでしょう。平野翔の存在がもたらすこの特別なつながりは、ブランドにとって一つの大きな資産となり、今後も多くのファンを引きつけ続けることでしょう。